い、皆さんこんにちは。朝投げコンサルティング指導者の加山里奈でございます。今日はですね、ちょっと時期的にですね、公認会計士試験の合格発表があったので、そのこととちょっと司法書士試験と対比してね、コメントしていきたいなというふうに思っております。で、公認会計士試験の合格発表がつい最近ございまして、受験生が12,532、受験生ですね、で、1,337人、10.7% の方が合格をいたしました。合格された方本当におめでとうございます。で、ですね、公認会計士の試験はですね、今やっぱ資格試験って全体的に、下がっていき味なんですけど、傾向としてはなんですけれども、公認会計士の試験はですね、昨年に比べて、受験生が増えております。で、まあ、受験生は増えているんですが、合格率は下がっているというような、特徴があります。まあ、資格試験というのはですね、昔から景気がまあ悪いとですね、かなり受験生が増えて、景気がいいとで受験生が減っていくというようなね、そういったことがよくささやかれているんですが、まあ、本当かどうかはね、わかりませんけども、よくささやかれております。で、司法書士はね、ずっと下がってるんですよ。司法書士の場合はですね、今年なんか、まあ、ピークの時は3万近くいたんですが、今年はですね、16,811人しかいなくてですね、もう締めにかかっているというような感じでした。で、公認会計士の試験はですね、もうこれすごいかなり特徴的なんですけど、皆さん平均、合格者皆さんですね、本当に若いです。平均年齢が 25.2 歳、最年少が18歳で最年長が62歳というふうになっております。まあ、特徴としてね、やっぱり会計士はね、なんかこう大学の受験、在学中とかにね、取得される方が、まあ、多い印象があります。まあ、若くないとね、ちょっと大手の監査法人とかはね、相当入るの厳しいと聞いたことがありますが、まあ、それでもね、やっぱ若くして受かると、大変ね、就職状況とかもいいというふうに聞いております。で、今回もね、最近の会計士試験、会計士受かってね、就職していくと、だいたい30万から35万月給ですね、もらえて、もちろんボーナスもついてですね、年収600万スタートという感じで、非常にですね、まあ、就職状況はいいというふうに読み取れます。で、一方でね、平均年齢の話に戻るんですけど、司法書士はですね、平均年齢すごい高いです。平均年齢40歳で、最年少が20歳で、最年長が72歳ですね。まあ、これ最年長法、まあ、ここら辺はちょっと記録なので、あんま参考にならないんですが、まあ、非常に平均年齢が高いです。司法書士は40歳とか、まあ、あと試験会場行ったことある人は分かると思うんですけど、もう、これもう、嘘みたいな本当の話なんですけど、まず、机にね、到着できないっておじいさんとかいるんですよね。なんかこう抱えられながら、なんかもう試験に抱えられながらもう行くみたいな、そんな本当に本当にいるんですよ。もううーんって感じですけど、私がね、ちなみに、ね、資格の大原からどっか行った時にね、喫煙所のね、付近に喫煙所がこうあって、でっかい喫煙所があったんですよ当時。でその喫煙所の外に、ね、そこの喫煙所ルームの近くにこう自販機がわーって並んでるとこあって、そこでね、おじいさんがね、なぜかね、その角でね、なんかひたすらなんか勉強してるおじいさんがいるって、なんかちょっと名物みたいな感じでいたんですけど、そのおじいさんがね、なんか司法書士とかね、なんか難しい資格やるんです。税理士とかいろんなことやるんですよ。でなんでやってんのかって聞いたら、別になんかボケ防止にやってると。そんなこと言ってて、でそういう、別にみんながみんなそうじゃないですよ、そうじゃないですけど、なんかその絶対もう受かる気ないでしょみたいなね、そういうなんか人がね、なんか司法書士に限って相当数多い、他の試験に比べて相当数多いね、イメージがあります。まあ、これはね、もう司法書士の受験、なんて司法書士の中でよく出るんですよ、この話。試験会場に1人と言わず10人はいる話とかね、そんな感じで、まあ、平均なんで非常に司法書士高いです。まあ、平均がですよ、平均が40ですからね、相当、20代の合格者ってそうそうあんまりいないですね。まあ、あんまり、なんていうんですかね、会計士と比べて知名度もやっぱ圧倒的に違いますから、司法書士その時知名度ないんで、司法書士の存在をやっぱ知るっていうのは、やっぱ社会に出てから、一回社会人やってから、やっぱ司法書士、知って始めるって方がやっぱ大多数なので、それはしょうがないのかなというふうに思っております。で、まあね、そんな感じで、公認会計士の試験とね、司法書士全然色が違いますけれども、まあ、公認会計士はね、本当に素晴らしい試験だと思いますが、やっぱ若かったらね、ぜひね、挑戦してみる、試験の
でも一つだと本当に思っております。まあ、日本三大資格とも言われてますから、本当に合格された方はね、おめでとうございます。ということでね、司法書士の試験ってちょっと比較しながら、まあ、比較も比較ですけどね、さすがにもう全然色違うんで、しながらねちょっとコメントさせていただきました。ちょっとね、司法書士試験はもう本当ピンチなんですよ。今度ね、動画でも言いますけど、受験会場が大幅に、減ったりとかね、いろいろありますけれども、やっぱり私はね、司法書士なので、司法書士の良さをね、時々このチャンネルでね伝えていけたらいいなというふうに思っております。ということで、以上です。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。